Huh!
勘弁してください。いい度胸だな。
ゴミを掃除しなくてはな。 Oh!
ゴミを掃除しなくてはな。お前はもう死んでいる。これだな。
Yeah.
いらっしゃいませ。ありがとう。Yes.
いらっしゃいませ、お客さん。いらっしゃいませ。来ちゃったよ。いらっしゃいませ。どうぞ。いつまで待たせんだ。どうせ。盛り上がっていきましょう。ようこそ。美人さんだな。盛り上がっていきましょう。盛り上がってきた。待たせすぎた。ビーチ
本当ありがとうね。いらっしゃいませ。よろしく。どうぞ。かわいいじゃないか。会いたかったです。チェンジとかじゃないのか。会いたかったです。本当ありがとう。また来てください。どうです。盛り上がってきちゃったよ。いまいちだな。すみません。いい時間だな。いつまで待たせる気だ。ないのかね。お待たせしました。なぜか。会いたかった。いらっしゃいませ。会計でどうぞ。ありがとうございました。他にいい子いないのかも。かわいい。盛り上がっちゃいました。申し訳ございません。楽しませてくれよ。盛り上がってきちゃったよ。最高。楽しいね。お感情。あがうね。本当ありがとうね。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ごゆっくり。本当ありがとう。ようこそ。かわいいじゃないか。妊娠じゃないか。お待たせしました。盛り上がってきちゃったよ。いらっしゃい。盛り上がってきちゃったよ。行きます。だいぶ酔っ払ってきた。いまいちだな。待たせすぎた。いい時間だな。大満足だよ。また来てください。お待ちしておりました、ケンシロウさん。どうぞこちらへ。ええ。行きましょう。このスフィアシティの中にユリアさんはいます。この中に。中央に見える最も高い塔の最上階にある奇跡の間で眠っているはずです。奇跡の間とは。どんな傷や怪我も治すことができるという奇跡のような部屋のことです。昔父から奇跡の間の存在を聞かされていた私はユリア様にその部屋の存在をお伝えしました。ユリアがこの中に。この場所が金トークであることを承知されていたユリア様はお供の方も従えずお一人で施設の中に入っていきました。その時のユリアの怪我の具合は。いいとは言えません。傷口からの出血があり歩けるのが不思議なほどの怪我でした。気丈に振る舞っていらっしゃいましたがかなりおつらかったと思います。じゃあ
無事に奇跡の間にたどり着いたかどうかもわからないということか。こんなことしかお伝えできず申し訳ないです。ありがとう、キサナ。え？エデンに来て数日、このスフィアシティという場所がお前や町の住人たちにとってとてつもなく大事な場所であるのが分かった。そんな場所に重傷であるとはいえ、ユリアが入るのを許してくれたこと感謝する。それはある方に頼まれたからです。誰だ？父がかつて仕えていた恩人ともいえる方です。半年ほど前、その方から手紙をいただいたのです。ユリアという女が町を訪れた時は奇跡の前いざなえと。そうだったのか。叶うなら俺もこの中に入ってユリアのことを確かめたい。ユリア様がスフィアシティに入っていた数時間後、この扉は閉まりました。おそらく何かしらの装置が作動したためだと思います。扉を開けることはできないのか？残念ですが、それはできません。私にも方法がわからないのです。私が扉が開く様子を見たのは過去に一度しかありません。一度？父が母を殺したあの日に一度だけ。何？父は変わってしまったのです。スフィアシティの資源を独占するため邪魔なものを排除していった。そしてそれを咎めた母まで殺してしまった。だから娘の私がエデンを守るため父を殺したのです。そのようなことが。以来ユリエさんが入るまでこの扉は開いていたのですが、なぜ閉じたのか、どうしたら開くのか、父以外は知らないのです。そんな辛い過去の話を、すまん。すいません、私ったらついあの時のこと思い出しちゃって。おい、ここにいたのかよ、お前ら。どうしましたか、ジャグレ。どうしたかじゃねえよ。相棒の俺を置いてくなんてひどいぜ。重要な話してる時になんで俺を仲間外れにすんだよ。お前はいつ俺の相棒になったんだ。おいおい、ケン、そりゃねえぜ。貴様、ユリアが塔の一番上にいるかどうか確かめる方法はないか。なんだよおい、ユリアって女はスフィアシティの中にいんのかよ。ああ。塔の中を確かめるにはスフィアシティを覆っている裏山を登り、その山頂から覗き込むほかありません。ちょっと待て。だがよ、あそこには鬼月村があるから無理だろう。なんだそれは。ドーム型の空間であるスフィアシティを覆う大きな山にはな、狂人たちの巣があるんだよ。人呼んで鬼月村。鬼月。この地方では昔から人が突然狂人化する風土病があると伝えられています。一度その病にかかると感染者は人の心を失ってしま
おうや、俺も昔一度襲われたことがあんだよ。奴らは目に入った人間を見境なく襲ってくる。理性のかけらもねえ連中さ。昔その病にかかってしまった感染者はやむなく人里から追放され、いつしか狂人たちがあの裏の山に住むようになったと言われています。山に登ろうとすればそいつらに襲われるんだな。分かった。おいおい待て待て待て、いくらお前でもあんな山登れるわけねえって。俺は行く。俺は嫌だからな。行くなら一人で行けよ。ジャグレ、あなたケンシロウさんの相棒ではなかったの？え？で、だからなんだよ。あなたはここ一帯の土地勘には長けているはず。ケンシロウさんを案内してあげてください。おいおい、いくらお前の頼みでも聞ける頼みと聞けねえ頼みってもんが。では友人としてではなく、エデンの統治者としての命令では？ジャグレ衛兵隊長殿。友人わったよ、行きゃいいんだろ、行きゃ。ご分を。
し。はあ、いや、
な。あ、なあ、